幼馴染って今からでも作れるかな？幼馴染は幼少の頃から遊んでいて今でも交流がある存在って意味だから、今から作るのはそもそもの定義から外れると思うが、欲しいのか？うん、良き理解者かつ良きライバルになると思うんだよね。幼馴染のライバルがいるって、すごく日常が輝きそうじゃない？言わんとすることはわからんでもないが、別に幼馴染じゃなくてもいいだろ。そういえば暗黒物質に対抗するライバル理論があったな。2020年代に入ってシミュレーションとかが発表されたりして、いろいろ議論がされていた記憶があるぜ。暗黒物質にもライバルがいるの？暗黒のライバルってことは、光属性なのか？属性はないが、きっと楽しめる話題だと思うぜ。まず現代の天体物理学における最大の謎は、銀河における力のバランスが合わないことだ。力のバランス？実は銀河の可視物質にニュートンの重力法則を適用すると、銀河は予測よりもずっとずっと速く回転しているんだぜ。だがニュートンの重力法則は、太陽系内ではうまく機能しているんだ。へえ、銀河ほどのスケールになったら適用できないんだ。予想より速く回転することで何か不都合があるの？ああ、速く回転するということは、ニュートン力学を適用した時に回転の速度で分解されてしまうんだ。なるほど、分回して遠くに投げ飛ばしちゃう感じだね。うむ、ということで、銀河が分解するのを防ぐためには追加の重力が必要だ。これが暗黒物質という見えない物質の存在が、最初に提唱された理由だぜ。誰も暗黒物質を見たことはないけど、都合はいいよね。そうだな、だが粒子物理学の標準モデルには、暗黒物質となりうる粒子は存在しない。ここで銀河の不一致はニュートンの法則の崩壊によるものであるという考えが生まれたんだ。このような考えの中で最も成功しているのは、1982年に提唱されたミルグロム力学、通称モンドだ。修正ニュートン力学とも呼ばれているぞ。モンド、シンプルでいいね。これが暗黒物質のライバル？ああ、暗黒物質の理論で片付けない、そもそもの物理を修正するという意思だな。だが最近になって、モンドが成立しないんじゃないかという説も出てきているんだ。え、満を持してライバル登場かと思ったら雲行きが怪しいんだけど。そもそもモンドはどういう主張の理論なの？モンドの主な仮説は、重力が非常に弱くなると、ニュートンが予測したようには振る舞わなくなるというものだ。特に銀河の端っこの方の領域とかな。重力の影響が薄いところね。実際、モンドは暗黒物質なしで銀河の回転を予測するのにかなり成功していて、他にもいくつかの成功を収めているんだ。へえ、じゃあモンドが優勢なところもいくつかあるんだね。うむ、だがその多くはニュートンの法則を維持しながら、暗黒物質で説明することも可能だったんだぜ。結局どちらでも説明できる状況だったってこと？じゃあ、どうやってモンドが正しいってことを確認するの？重要なのは、モンドは特定の距離ではなく、低加速度の場面でのみ重力の振る舞いを変えるということだ。距離は関係ないんだ、てっきり重力源からの距離だと思ってた。天体の外縁部では、近くにいる時よりも低い加速度を感じるんだが、重力がどこで強くなるかを予測するのは距離ではなく、加速度の量ということだ。つまり、モンドの効果は通常、銀河から数千光年離れた場所で発生するが、ここの星を見ると、その効果は 0.1 光年の距離で非常に顕著になるんだ。視点を変えるだけでそんなに？これは天文単位で言うと、地球と太陽の距離のわずか数千倍だぜ。だがより弱いモンドの効果は、太陽系外縁部のようなさらに小さなスケールでも検出可能なはずなんだ。太陽系外縁部の天体でも効果が見られるってこと？ここで一旦カッシーニミッションの話に移るぞ。急に？カッシーニって土星探査機だよね？その通り、このカッシーニのミッションでは土星に突入するまで土星を周回していたぞ。土星は太陽を 10AU の距離で周回している。モンドの特異性により、私たちの銀河全体からの重力が、土星の軌道をニュートンの予測から微妙に逸脱させるはずだ。そっか、モンドは銀河スケールでは有効だから、太陽系の惑星も例外じゃないってことね。ああ、これは地球とカッシーニの間の電波パルスのタイミングを測定することでテストできるぞ。ふむ、実際に確認できたのかな？もちろんだ、カッシーニは実際に土星を周回していたからな。地球と土星の距離を測定し、土星の軌道を正確に追跡することができたんだ。おお、正確に、結果はどうだったの？結果は、残念だが、ニュートンの法則は土星でもよく働いていることが分かったぜ。モンドじゃなかった、まさかもう終わり？まあ待て、研究チームのハリー・デズモンドから、結果をより深く調査する研究が発表されているんだ。銀河の質量をその明るさから計算する方法で調整すれば、モンドの理論がカッシーニのデータに合うかもしれないという主張だ。計算方法を変えるだけで可能性が出てくるのか。モンドの効果が銀河内の重力にどれだけの影響を与えなければならないか。
というパラメータによって、土星の軌道にどのような特徴を期待すべきかが変わるんだ。へえ、パラメータを変えるだけで見えてくるものがガラッと変わるんだね。ああ、このパラメータに加え、ここでもう一つの不確定要素がある。それは周囲の銀河からの重力だ。こいつらはわずかではあるが影響を与えてくるぜ。ああ確かに、お隣とはいえ銀河だもん。その銀河の中でも大きい重力が働いているもんね。じゃあこの調整によって土星軌道でもモンドの効果が見えるようになったのかな？その結果だが、銀河の回転モデルに合うようにモンドがどのように働くべきかを考えると、計算をどれだけ調整してもカッシーニの電波追跡結果に合わなかったんだ。え、それはまたしてもモンドが否定されたってこと？ああ、天文学者が最も可能性が高いと考える標準的な仮定を考慮し、広範な不確定性を許容すると、カッシーニの結果にモンドが一致する確率はどれくらいだと思う？確率？カッシーニとモンドが一致する確率か。ちょっと急には思いつかないのだけど、どれくらいの確率なの？なんとコインを59回連続で表にするのと同じなんだぜ。59回連続？59回表を出すんじゃなくて、連続で表を出す確率と同じなの？そんなのほぼないに等しいんじゃ。ここでなんとモンドにとってさらに悪いニュースがあるんだ。もうやめてあげてよ、今度は何？土星から離れて、ターゲットは数千英雄離れて共通の中心を周回する二重星になるぞ。モンドでは、そのような星がニュートンの法則で予測されるよりも、20% 早く互いに周回するはずだと予測していたんだが、それもまた否定されちゃったの？ああ、コインが190回連続で表になるのと同じ確率だったんだ。59回の3倍以上、もうモンドに希望はないの？残念だが、まだ悪いニュースは残っているんだぜ。別のチームの結果によると、モンドは遠く外側の太陽系にある。小さな天体を説明することもできないことが示されているぞ。太陽系の外にあっても銀河の中なのに？太陽系の外から来る彗星は通常、すべての惑星が近くを回る平面に対して、わずかに傾いた軌道を持っているんだが、モンドの理論を適用すれば傾斜はもっと大きくなるはずなんだ。でも実際は違う、ということね。ああ、この通りモンドは画期的だが否定されるパターンもあるんだ。ニュートンの重力は、約1光年以下の長さのスケールではモンドよりも強く支持されている。銀河スケールよりも小さければニュートンの重力。銀河よりも大きければモンドの出番ってことで担当分けしたら？そう来ると思ったぜ。担当分けはいい案かもしれないが、そもそもモンドは、銀河よりも大きなスケールにおいても、正しさが証明されていないんだ。え？銀河スケール限定ってこと？どこまで悪いニュースがはびこっているの？モンドは銀河団内の運動を説明できなくてな。モンドの理論では銀河団の中心領域で、十分な重力を提供することができないとされているんだ。だが一方、その周辺部ではモンドは過剰な重力を提供するぞ。ふむ、ということは中心部だけなんだね。その通りだ。代わりにニュートンの重力を前提にし、通常の物質の5倍の暗黒物質を持つと仮定すると、データにうまく適合するようだ。暗黒物質は本当にマジで存在するんじゃないかと思わせるのがうまいな。うむ、だが忘れてはいけないのは、標準的な暗黒物質モデルの宇宙論は完璧じゃないってことだ。宇宙の膨張率から巨大な宇宙構造まで、説明に苦労している事柄がいくつもあるんだ。つまり、人類はまだ完璧な宇宙モデルを持っていない可能性だってあるぞ。まあ確かに、完璧なモデルを持っていると思うのはおこがましいまであるかも。人類はまだまだ成長中なんだからね。てかモンドって終生ニュートン力学とも呼ばれているんだよね。ああ、重力が今まで考えられていたものとは異なる振る舞いをしているのではないか。というかなり大胆な理論だぜ。これって実際どんな理論なの？私にもわかるレベルで教えてほしいんだけど。そうだな、従来のニュートン力学で説明されている万有引力の法則では、重力の強さは発生源の距離の事情に反比例して減少していくんだ。なんか物理の授業で習った記憶があるような。重力の発生源から離れれば離れるほど、加速度的に重力は弱くなっていくということだ。この考え方では、回転銀河は中心ほど速く回転し、外側はだんだん弱くなっていく。外側に行くにつれ回転速度が遅くなるのはイメージできるか？できる、自分が長いリボンを持ってぐるぐる回っているイメージと同じ感じでしょ？まあイメージとしてはあながち間違ってはないな。実際の銀河はそのような動きをしておらず、中心からの距離に関係なく全ての天体がほぼ一定の速度で回転しているんだ。そうなの？端っこも中心と同じくらいの速さで回ってるってこと？ああ、ここでモンドはこの理由を説明するために。私たちのよく知る万有引力の法則は、太陽系サイズの距離では有効な理論だが、銀河スケールの距離では成り立たない、と主張しているんだ。なるほど、銀河の各エリアの回転速度から着目していたのか。重力の強さは、恒星間ほど距離が大きくなった場合には距離の1乗に反比例する。
この考えに従うと、銀河の回転は暗黒物質の存在に頼ることなく自然に説明できるようになるんだ。さっきはモンドの悪いニュースが結構出てきたけど、理論の発端はすごく真っ当に見えるね。うむ、これまでの重力理論がいろいろ変わってしまうがな。反対に暗黒物質が存在すると仮定すると、銀河の回転速度の値のズレも説明でき、ニュートンとアインシュタインの重力理論は守られ、一安心というわけだ。暗黒物質はまるで理論のお薬だね、常備薬。確かにな。ただ暗黒物質といっても、現状では通常の物質の6倍近くの暗黒物質が存在する必要があり、宇宙のほとんどは暗黒物質と暗黒エネルギーに満たされていることになってしまうんだ。しかも光と相互作用せずに、重力の影響のみを受けるとする極端な性質を持つとされている。つまりニュートンとアインシュタインの法則を守るという、目的のもとに想定されているに過ぎないんだぜ。まあずっとこれまで正しいって思っていた法則だもんね、気持ちはわかる。これまで暗黒物質を検出しようとするあらゆる試みがなされてきたが、残念なことに全て失敗に終わっているのは知っているだろ？うん、見ることも触ることもできないもんね。時々、本当に存在するの？って思ったりしちゃうかも。そんな宇宙の総質量の約 85% を占めると言われている暗黒物質だが、発表された2つの論文から、ダークマターの確かな存在を示す観測結果が明らかになったんだぜ。これにより、その実在可能性を焦点としてきた論争に、ついに終止符が打たれるかもしれないんだ。お、ついに存在証拠が出たってこと、どんな内容なの？今回発表された2つの論文は、修正ニュートン力学を基盤とする全ての仮説を否定し、暗黒物質の確かな存在を示す観測結果を明らかにしているぜ。そうか、暗黒物質が存在するということは、修正ニュートン力学が否定されるってことだもんね。暗黒物質を含まない銀河、NGC1052DF2 の存在は知っているか？いや、ちゃんと全く知らないよ。それまで銀河や銀河団の観測には、必ずと言っていいほど暗黒物質の影響が見られ、これらの結果から、すべての銀河は暗黒物質の眉の中で育まれるものだと思われていたんだ。ところが DF2 という銀河が発見され、そしてさらに暗黒物質をほとんど含まない二つ目の銀河。NGC1052DF4 が同じ宇宙領域で、しかも1年を待たずに見つかったんだぜ。二つ目？特殊パターンじゃない可能性があるってことか？天文物理学者ピーター・バンドッカムは述べているぞ。見つかったのが一つだけなら、いくら何度も見直していたとしても、心のどこかでもしかしたら間違いかもしれないという疑念が常につきまといます。と研究チームを率いている。このニュースは従来の銀河形成理論が揺るがすものに等しいだろうな。そうだよね、だってこれまでは銀河と暗黒物質は切り離せない関係だったもん。DF2 と DF4 はどんな銀河なの？この二つの銀河はとてもよく似通っているんだぜ。両方とも同じほどの大きさと明るさ、特徴を持つ超拡散上銀河だぞ。超拡散上銀河？このタイプの銀河は、天の川銀河と同じくらいの大きさの割に随分暗く、構成する星の数も天の川銀河の200分の1しかないんだ。星が少ないから高度も低いのかな？この超拡散上銀河はどれも暗黒物質を含まないの？決してそんなことはないぜ。2016年に発表された超拡散上銀河、ドラゴンフライ44は、99.99% がダークマターであるという麻薬の性質を持つことが分かっているんだ。それはただの暗黒物質じゃん。これまでの説では、まず暗黒物質が集積し、そこに通常物質であるガスや塵が引き付けられて、星や銀河が形成される流れだ。だがもしかすると、暗黒物質を必要としない銀河形成が可能なのかもしれないぜ。もしくは、後になって相互作用するより大きな銀河に暗黒物質が剥ぎ取られた可能性も考えられる。剥ぎ取られる可能性は盲点だったかも。確かに別の銀河に吸収されていたら、ほぼ 100% 暗黒物質でできている銀河があってもびっくりしない。そうだな、つまり暗黒物質は銀河から分離することが可能であり、そして通常の物質と、重力的に結合せずとも見つけられる可能性がある物質なんだ。これは、修正ニュートン力学では説明がつかない現象なんだぜ。DF2 や DF4 の発見によって、頭を抱えたくなった研究者も多いだろうがな。なんで頭を抱えるんだ？説明しなくてはならない現象が増えたんだ。これらの銀河がどのように形成されるのか、うまい説明が思いつくまでには時間がかかりそうだぜ。そっか、観測結果で否定はできても、その仕組みというか理論的なところはまだまだ未解明なんだね。それにしても、修正ニュートン力学にとっての悪いニュースがどんどん増えてしまう。暗黒物質があるって説が濃厚になるのも面白いけどね。修正ニュートン力学を否定しているまた別の説もあるぞ。暗黒物質の存在の有無を確かめるために、典型的な渦巻き銀河における、通常物質の振る舞いから計算された力学的関係を、
低表面輝度銀河や、矮小渦巻き銀河のものと比較した研究があるんだ。典型的な渦巻き銀河の力学的な特徴を他の銀河と見比べたってこと？ああ、この研究のポイントは暗黒物質の存在をあえて仮定せず、観測可能な物質のみを元にして、回転曲線と重力加速度の経験的関係を得たことだ。研究チームのディパオロ氏は、このようにと述べているぞ。典型的な渦巻き銀河153個の回転曲線を分析し、星の総重力加速度と、通常の物質の存在下で観測される成分の、古典的ニュートン力学的関連を得ることができた。この経験的関係は、分析された全ての渦巻き銀河におけるどの半径においても有効だ。修正されたニュートン力学ではなくて、古典的なニュートン力学との関連を見出したんだ。じゃあもうやっぱり暗黒物質は存在するってことなのかな？そう思うところなんだが、研究チームがその後、72個の低表面輝度銀河と36個の矮小渦巻き銀河でも、同じように回転曲線と重力加速度の実測的な関連を試みたところ、全く違う結果を見ることになったんだ。比較対象の銀河の種類は同じなのに結果が違ったのか？そうなんだ。この結果は1回目の経験的関係が不確実であることを示唆していて、銀河内にある暗黒物質の存在に対する疑念を払拭するものだったんだ。暗黒物質の疑念を払拭って、どういうこと？つまり、渦巻き銀河で得られた実測的な関連は、低表面輝度銀河や矮小渦巻き銀河には、当てはまらなかったということだ。異なる種類の銀河における欠損質量の振る舞いは、修正ニュートン力学のような代替理論を用いて、普遍的に説明するのは不可能ということだぞ。ふむ、修正ニュートン力学の悪いニュースがまた一つ増えたんだな。修正ニュートン力学にとってはその通りだが、一方でこの研究で得られた知見は、暗黒物質の性質を理解する上で重要な情報となるだろうな。まあね、目に見えないのに巨大な銀河を支配している物質が存在する可能性が高まったんだもん。その正体がわかる日も、意外と近いのかもしれないぜ。モンドの理論には悪いけど、暗黒物質が存在するっていうのが有力なのかな？どちらの理論が正しいかを判別するには、暗黒物質の影響が少ない天体などの運行パターンを調べなければならない。それってどういう天体なの？連星系だ。複数の恒星が互いの周りを回っている連星をターゲットにしたんだぜ。連星系、二重星とかってことだよね。モンドの悪いニュースにも出てきてた。確かモンドの効果が成立するのは、コインが190回連続で表になるのと同じ確率だったよね。ああ、連星系についてはその悪いニュースで先に話題が出てしまったが、せっかくだから少し詳しく説明しよう。てかそもそも連星系ってそんな簡単に見つかるものなの？これまでの研究では、太陽のように恒星が一つだけの星系は少数派であることがわかっているぞ。むしろ連星系であることの方がメジャーなんだ。そうなの？太陽はレアだったんだ。実際、太陽から最も近いプロキシマケンタウリは、30連星を構成していることが知られているぜ。たくさんあるとサンプルも多く取れるし、ターゲットとしては妥当なのかな？連星が選ばれたのはたくさんあるからじゃないぞ。銀河規模では考慮すべき暗黒物質が膨大な量となるため、星々の動きに大きな影響を与えていると考えられているんだ。だが連星レベルでは密度の問題から、暗黒物質の影響をほとんど考慮する必要がないというメリットがある。なるほど、密度が高ければその領域の暗黒物質が少ないってことだもんね。ああ、そしてニュートンの運動法則や、アインシュタインの一般相対性理論によれば、重力の影響が弱い連星でも、強い連星でも同じ方程式に従うとされている。一方で修正ニュートン力学では、離れた連星のように重力が非常に弱い場合には、既存の重力理論の予測より、重力加速度が大きくなると予想されていたんだ。ここで暗黒物質の理論とモンドの理論が対立するんだね。ああ、つまり離れた連星の重力加速度を測定できれば、修正ニュートン力学と既存の重力理論、どちらが正しいかを、文字通り白黒つけられるわけだ。結果が分かっていてもなぜかドキドキする。この答えを得るため、研究者は欧州宇宙機関のガイア宇宙天文台で観測された、26,500 ペアの連星の挙動を調査し、互いに及ぼしている重力加速度を算出したんだ。そんなにサンプルがあるの？これはかなり精密に調べられるんじゃない？時間はかかりそうだけど、結果気になる。そうだな、まず連星間の距離が 2000AU 以下では、既存の重力理論に従った重力加速度であることが判明したぞ。これは従来の理論に沿っているってことだよね。ああ、しかし距離が 2000AU を超え始めると少しずつ既存の重力理論値との乖離が始まり、5000AU に達すると修正ニュートン力学に従ったんだ。あれ？修正ニュートン力学が成り立ってる。連星間の距離が遠いと、修正ニュートン力学が優勢になるんだな。具体的には、重力加速度が 0.1 ニュートンメートル秒より弱い場合には、
ニュートンや一般相対性理論の重力理論で予測されるよりも、重力加速度が 30〜40% 強くなっていたんだぜ。つまり連星間の距離が離れれば離れるほど、修正ニュートン力学に従ってより大きな重力加速度になっている結果が出てきたんだ。限られた条件では修正ニュートン力学が成り立つということか。研究者はこの結果について、弱い重力加速度の領域ではニュートン力学と一般相対性理論の、両方が崩壊していることを示す証拠となると述べているぞ。そうだよね、修正ニュートン力学に従うんだもん。他にも同じような結果が出ている研究はあるのかな？もしあるならただの偶然ってわけじゃなくなるよね。もちろん、同様の結果は他の独立した研究でも得られ始めており、一部では暗黒物質に頼った既存の重力理論は、近いうちに試練の時を迎えると思われているぜ。修正ニュートン力学って画期的だったけど、なんか悪いニュース多かったし、現実的じゃないんだろうなって思っていたけど、ここで復活してくるとは思ってなかった。とはいえ、現実的に見ると修正ニュートン力学はまだあまり多くの支持を受けてないよね。そうだな、特に、恒星や銀河程度のスケールと比べて、距離が短い太陽系程度のスケールにおける修正ニュートン力学の効果は、これまでに説明されたことがなかったからな。やっぱ暗黒物質は存在するのかもって思っちゃう。何か修正ニュートン力学の味方になるような説はないの？修正ニュートン力学の下で、太陽系外縁天体の公転軌道のシミュレーションを行った結果、軌道に偏りが見られたことが明らかになった、という報告があったぜ。あれ、軌道に偏りが生じたの？ああ、これは短い距離における、修正ニュートン力学の効果を示した初めての事例であるとともに、太陽系外縁部に未知の惑星があるとする、プラネット9仮説を否定するものだ。外縁部に謎の重力源があるってわけじゃなくて、修正ニュートン力学の影響ってことか？ただし結果の前提となるデータ量の限界から、この結果が偶然生じたものである可能性は排除できないんだ。プラネット9の研究チームはこの修正ニュートン力学の結果を踏まえ、修正ニュートン力学と、プラネット9仮説が矛盾していると考えたんだ。まあそうなるよね、それでその矛盾は解消されたのか？シミュレーション研究を行った結果が報告されているぞ。おお、行動が早くて素晴らしい。そもそもプラネット9が存在するという仮説についてだが、太陽系の8つの惑星のうち、最も外側を公転している海王星の公転軌道のさらに外側には、太陽系外縁天体と呼ばれる天体が無数にあるんだ。冥王星とかの準惑星たちもその領域にいるんだよね？ああ、これらの公転軌道を調べてみると、本来であれば全方向に等しく天体が分布しているはずなのに、実際には特定の方向に分布しているという、偏りが生じていることが指摘されているんだ。この原因として、太陽系外縁部にまだ見つかっていない大きな質量を持つ天体が存在していて、太陽系外縁天体の公転軌道を重力を介して、乱しているからではないかという説があるんだ。この大きな質量を持つ天体がプラネット9なんだね。未知の惑星 VS 修正ニュートン力学ってわけだ、3人目のライバルの登場じゃん。確かに3人目のライバルかもな。さっき話した通り研究チームは、このプラネット9仮説が、修正ニュートン力学と矛盾しているのではないかと考え、太陽系外縁天体の公転軌道の変化を、修正ニュートン力学による重力場の過程の下でシミュレーションし、その結果を実際の観測結果と比較したんだ。早く結果を教えて、気になるから。シミュレーションの結果。なんと太陽系外縁天体は、天の川銀河の重力場の影響を受けて、楕円軌道の長軸が、天の川銀河の中心方向に向くことが示されたぞ。そしてこの結果は、9377番小惑星セドナのように、楕円形をしていることが高い精度で判明している。6つの太陽系外縁天体の実際の公転軌道とよく一致していたんだ。え、これは修正ニュートン力学でも説明できたってこと？ああ、太陽系の内部という短距離でも、修正ニュートン力学が働いていることを示した初めての結果だ。修正ニュートン力学に基づけばプラネット9は存在しない可能性があることを示しているぞ。プラネット9が存在しないのは寂しいけど、修正ニュートン力学の味方になる説があるのは嬉しい。喜んでいるところ悪いんだが、この研究結果をもって修正ニュートン力学が正しいとは言えないぜ。今回の研究で用いられた公転軌道のデータは、検証に使えるほどには精度が高くなく、単にシミュレーション結果が現実と偶然一致しただけの可能性を排除できないんだ。今回の結果は容易に覆るかもしれないことを覚えておいてくれ。もどかしい。現時点で暗黒物質、修正ニュートン力学、プラネット9といった各問題に答えを出すには、さらなる天体観測が必須ってことだな。暗黒物質のライバルって言うから、最初は光属性って考えていたけど、理論を進化させようとしている姿に感服したよ、もどかしいけど。
限られた領域だけでも修正ニュートン力学が適用できるってことは、修正を含めてまだまだ研究の余地があるってことだよね。そうだな、考案しては次々に否定されているような感じもあるが、これは理論を立てる際の一つ目の試練だと私は思っているぜ。未来では修正ニュートン力学がスタンダードになっている可能性だってあるしな。否定されたとしても挑む、本当に私が理想にしているライバル像だよ。私も修正ニュートン力学のライバルになりたいかもしれない。それは修正ニュートン力学を倒したいってことか？もしかして、暗黒物質とプラネット9を仲間にするところから始めないといけない？